遊戯王であるは日本のテレビアニメ作品。2011年4月11日から2014年3月23日までテレビ東京系列にて放送された。遊戯王であると星をつけずに表記されたり遊戯王であると表記されることもある。2011年4月11日から2012年9月24日までは遊戯王であるのタイトルで放送。 2012年10月7日から2014年3月23日までは、遊戯王であるツいタイトルを変えて放送された。漫画版についても、本校で記述する。遊戯王デュエルモンスターズ、遊戯王デュエルモンスターズ GX、遊戯王ゴディーズに続く、遊戯王のテレビ東京系、アニメシリーズの4作目である。遊戯王オフィシャルカードゲームとタイアップしており、タイトルロゴや、 登場人物は刷新されている。GX やゴディーズが初代から地続きの未来だと明言されていたのに対し、本作は世界観のつながりは明言されておらず、今のところ全3作との世界観のつながりは不明である。ゼアルとはジールがぶつかり合い、倍になるという意味を含んだ X を中心に挟んだ造語である。2011年2月20日に、 横浜のワーナー・マイカル・シネマズ・港未来で制作が発表され、テンスアニバーサリー劇場版遊戯王超遊合。時空を超えた絆のアンコール上映で特典映像として第1話のダイジェスト映像が公開された。メインテーマは、チャレンジ精神で、アスマのように失敗を恐れず、どんな困難にも諦めずに立ち向かうチャレンジ精神を子供たちに伝えていきたいという思いから生まれている。 キャラクターデザインには遊戯王原作者の高橋和樹が携わっており、当初は別の作品に登場させる予定だったアストラルから新たな遊戯王の世界観を膨らませていき、主だったキャラクターがデザインされている。主人公を演じるのは当時16歳の高校生、畠中優。ヒロインは本作が初の主演女性役となる小松美香子が演じる。遊戯王シリーズでは、 デュエルモンスターズが最初の放送時間を移行して以来7年半ぶりとなるゴールデンタイムでの放送と BS ジャパンでのジソネットが行われる。また2008年9月にブリーチがゴールデンタイムから移動して以来2年半ぶりにジャンプアニメがゴールデンタイムで放送される。テレビ東京系アニメシリーズ最後の地上アナログ放送となった。 2012年10月より、日曜夕方17時30分に、放送枠が移動し、タイトルが、遊戯王ゼアル2に変更され、第2期シリーズに移行した。第2期においてそう話数は、第1期から継続されているが、番組本編では、第1期のような、ナンバーズ00の表記は使われていない。今までのシリーズの主人公たちが初めからデュエルの、天才であったのに対し、 今作では、諸々の失敗をする初心者が主人公となっている。初期には、本放送の最後に、初心者向けで言える講座が行われていた。前作、遊戯王ゴディーズの放送枠水曜日18時からは、本作の再放送となり、2011年6月29日まで9話を除き放送されていたが、5番組に急遽、 ウルトラマン列伝の制作放送が決まったため12話までの内容となった。再放送ではエンディング中のデュエル講座がカットされた。代わりに次回予告後にアスマとアストラルによるショートトークが追加された。このショートトークは本放送でデュエル講座のなくなった26話以降、第2期に移行するまで告知等がある場合を除きほぼ、 毎回放送されており、第2期以降も BS ジャパンでの再放送にて引き続き放送されている。吉本工業所属の父親芸人で結成されたペイポパークとコラボレーションしており、親子で楽しめる作品を目指す。宣伝部長にはペナルティ、中川家が抜擢され、各地で関連イベントを行っている。中川家は本編26話で、 WDC の参加者として出演している。海外版では、小鳥のミニスカートを膝元までの長さに変更し、アストラルの下半身に光のぼかしを入れるなどの修正を行っている。字幕放送を実施。99ユーバのセリフは黄色、アストラルのセリフは水色、その他のセリフの人は茶色で表示される。バリアン7ヤミデュエルイの4学人ハートランドを、 のぞく三人それぞれが、三勇志と、トロン三兄弟の一人ずつ組んだタッグ相手に1、VS2 の変則、デュエルを行う。ナンバーズハンターミスターハートランドの敗下の、ナンバーズハンター役者敗下のナンバーズハンターその他、三勇志は、第69話のタイトルから、フェイカーに対峙した、アスマ、シャークカイトの三人のこと、OPED 共に、 映像のマイナーチェンジが頻繁に行われている。遊戯王ゼアルは、V ジャンプ2011年2月号から2015年8月特大号まで連載されていた漫画。原案、監修、高橋和樹、スタジオダイス、ストーリー、吉田真、漫画、三吉直人。アニメ放送に先駆けて連載がスタートした。第9話まではアニメ版に準拠したストーリー構成だったが、 第10話以降は、オリジナル展開となる。それに伴い、アニメ未登場のナンバーズも登場している。アニメ版同様、旧作との関連性は言及されていないが、カードゲームの名称は、原作のマジックウィザーズではなく、アニメ版に準拠したデュエルモンスターズとなっている。三好の作画は、原作者の高橋も、ネームはしっかり描かれており思いが伝わる。 画力があり関心すると認めている。アニメ放送直前の2011年4月11日に発売された週刊少年ジャンプ2011年18号に本作の特別読み切りが掲載された。単行本、遊戯オ D ディチームであるは最強ジャンプ2012年5月号から2014年4月号まで連載された漫画。原案、監修、高橋和樹、漫画。 友永昭弘協力、ウェッジホールディングス。コミックス化はされていない。これまでの漫画作品シリーズと異なり、遊戯王オフィシャルカードゲームに準拠した内容となっている。カードもオフィシャルカードゲームの実証品をスキャンしたものが挿入される形で描写されている。登場キャラクターは、99ユーバイアーやアストラルをはじめ、 アニメ本編のものに即しているが、刀身がややでフォルメして描かれている。また、アニメ、漫画には登場していないキャラクターも登場し、イメージに即したデザイナーズデッキコンボを用いるのが特徴である。既存、新規カードやテーマにおける有効なコンボルールを分かりやすく紹介するという意味合いが強い。集英社ブックナビ以下の出展は、集英社ブックナビ内のページ。 書誌情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。